自称エティズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模写機視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための投稿サタデー模写のフォックスミュージック。パーソナリティは私、ついに iPhone13 ミニグレードあげました、模写です。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第150回目となりました。宇宙元旦3月21日を前に TikTok をねこう開こうとしたら画面がブンって落ちて真っ暗になったんです。私が7年使ってた iPhone SE 初代のやつが。これはもういよいよだなと思って、まあ、だましだましこうバッテリー交換しながらこう7年続けてきたわけなんですけど、さすがにこれはもう危険な状態かもと思って、まあ中古なんですけどね、購入したわけなんですが、やっぱり大きく全てにおいてエネルギーが切り替わる時期なだけに宇宙元旦ってね、SP 的なこと言いますけど、言われてる中で、ちょうどその時期ぐらいにね来たなと。でやっぱりiPhone13 ミニに切り替えたことによって、本当にこうちょっとしたことでもね流れが変わってきたなっていうのが感じたので、私にはそういうタイミングだったんだなと思ってます。で今回ピックアップするのは、まあ、今までずっと UK とか和物がこう続いてきたので、それ以外で行きたいなと思ってて、まあ、何か宇宙に関するものとか新しい幕開け的なものをこう匂わせるものにしたいなと思ってた頃に、ちょうどビデオ録画してたロックが壊した冷戦の壁っていうのを見て、ニーナ・ハーゲンだ、やっぱ私ドイツ好きだわってなって、メルケル前首相も私の青春時代のハイライトだったと述べたニーナ・ハーゲンのカラーフィルムを忘れたのでを、ボッシュ的エピソードトークを踏まえてお送りしたいと思います。それではこの放送はプレゼンティットバイボッシュの提供でお送りいたします。はい、ということで今月のフォクシーミュージックはニーナ・ハーゲン&アウトモビル、アウトモービルなんですけどね、英語読みにすると、まあ、ここはドイツ語読みでアウトモビルと言わせていただきます。ドゥハステン・ファルベン・フェアゲスン、1974年の楽曲でいきたいと思います。これね、リアルタイムで行くならメルケル首相の退任式があったこの2021年にやってもよかったんですけど、知らなかったんですよね、うっかり。ちょうどね、私何やってたんだろうと思って、その時、そしてだからね、2021年の11月ぐらいだったのかな、退任式あったので、私その時はアメリカの映像オーディションでこうガンガンセルフテープの依頼が来てた頃で、初めてのことで、はあはあなんか毎週のように忙しかった記憶があります。だからね、知らなかったんだなとかって思うんですけど、ニーナ・ハーゲンの説明を今回はねちゃんとしましょうか1955年旧東ドイツ出身の現在68歳、2023年現在ですね。で、お母さんが女優だったせいか、まあ、本人も女優志望だったんですけど、演劇学校をね受けたらどうやら落ちちゃったみたい で、それでまあバンド活動してるうちに、71年からシンガーとして、東ドイツで活動と。で東ドイツ時代はその自由奔放なも振る舞い、まあ、自由をね求めてるんで、やっぱ東ドイツでまだ壁があった頃に全然幼少期を過ごしてきて、ずっと来てた人だったから、そのね、歌詞とかもね含めて秘密警察のシャツのってなりましたけど、秘密警察シュタージっていうのがね、当時あって、でこうそっからも目をつけられて、で76年にイギリスに亡命をすると。でまあ今やパンクロック界のゴッドマザー的存在として有名なんですけど、日本で言うと戸川純的なポジションかな、ま、いや戸川純様よりも全然ニーナ・ハーゲンの方が年も上だし、まあ、活動自体ももう歴史も
古いので、まあ、日本人的な枠で言ったら、まあ、ちょうど戸川純様のようなこのカラーフィルムを忘れたのねっていう曲もこうヨーデル風なね歌い方もあったりで、まあ、ニーナ・ハーゲンって聞いたらもうジャケとかもうすごいメイクがどぎついじゃないですか私も最初のイメージそれあったんですけど、で、パンクを歌いながらだけどヨーデル風も入れるそして、レゲエ的な楽曲もあったりとか、こうごちゃ混ぜって言ったらあれなんですけど、まあまあでもやっぱりニーナ・ハーゲンの今の皆さんの印象で言うと、まあ、80年代の活動のものが大きいと思うんで、まあ、ちょっとごちゃ混ぜ感もいいんじゃないかななんて私がねよく言ってます、あの80年代のあのごったに感が好きだっていう、その感じをニーナ・ハーゲンもあったんじゃないかなって勝手に言ってますけどでリリース当時はまだパンクメイクじゃなかったんで、まあ、楽曲もね一緒に旅行した彼氏がカラーフィルムを忘れて全部白黒になったじゃんプンプンみたいなっていうそういうなんかね牧歌的な要素もあるんですけど、これがね、まあ、ダブルミーニングで東欧の冷戦時代の東ドイツの鬱屈したこうモノトーン感を表していると、そこにニーナ・ハーゲンのダミ声が乗っかってくるわけなんですよ、まあ、やっぱりそうすると、まあ、リリースしたの74年だし、でまだ全然ニーナ・ハーゲンも可愛いこう帽子なんかかぶってる時、まあ、ダミ声なんですけどねそうそう、そんな感じだし、まあ、時代背景もあるから、まあ、当時東ドイツで過ごしてた人たちはもう 40% は当時を過ごした人は歌えると言われてるぐらいやっぱ刺さったんでしょうね、この閉塞感の中過ごした諸先輩方の方たちには。そんな風に思うんですけども、まあ、私の中で最初の印象っていうのはあんまりニーナ・ハーゲンに関してはねいまいちというか、まあ、レコ屋ではよく見かけてましたジャケ、でもどうなんだろうな私に合うのかななんて思ってて、でまあ、ドイツ文化会館で当時昔ね借りたこともあるんですけど CD、 それは1993年リリースのレボリューションボールルームっていうやつで、それも当時全体聞いた時はまああんまりかな私にとってはぐらいな感じであんま聞いてなかったんですけど、まあ、今回ラジオするにあたって改めて聞いたらこの中のラムールっていうシタールのね音色とこうしっとり系でチョイスピ系だけど、まあなんか今聞くとあこの曲いいじゃんって思ったりもしたんですけども、でまあ今回ね新しい幕開け的な宇宙的なのをって思ってた時にこうメルケルさんの退任式の映像を見たわけなんですけども、私がちょうどドイツにワーホリで行く直前ぐらいにシュレーダーさんから、メルケル首相に変わったのかな、で、まあ、そのメルケル首相になる前のシュレーダーさんの頃からドイツには行ってたんですけど、その時に向こう の日本人の知り合いと話してた時に聞いてたのはシュレーダーさんは労働改革をこうバッて打ち出した人で、まあ、外国人にとってはうちらみたいな外から来る人にとっては入りやすい入り口、だったけど、まあ、ドイツ国民にとってはちょっとやっぱり不満な内容ですよね、外国人入ってくんなよみたいなのが あったから、でそれで、まあ、うちら外国人にとってはよかったけどこうメルケルさんに変わるってなって、その党も違うからシュレーダーさんとメルケルさんが違ってたからメルケルさんが首相になることによって、で私2006年からワーホリ
言ってたから、なんか今までは外国人の受け入れ割と良かったのにメルケルさんに変わることによって活動しにくくなるのも、っていうのが、まあ私の当時のメルケルさんの印象だったんですけど、まあね、まあいろいろ言われたりもしてるけど、金融改革とかユーロ危機とかなった時もメルケルさん、うちのお姉ちゃん、ファイナンシャルプランナーか、あれの資格持ってて、その EU の金融危機あった頃はもうドイツ一人勝ちやんとかって言ってた。それがまあメルケルさんの時だったんですけど、まあそんなメルケルさんが15年ぐらいですかね、政権持って、で退任式で、でなんかね、ドイツの首相さんが退任式の時になんか3曲ぐらい自分の好きな曲をピックアップして、こう音楽隊の人に演奏してもらうっていうなんかしきたりがあるみたいで、なんかいいですよねそういうのって音楽好きとしてはで、まあ今までだったらこうベートーベンの交響楽大難所みたいなとか、そういうなんか当たり障りのない、楽曲の中でメルケルさんが持ってきたのがニーナ・ハーゲンのこのドハステン・ファルン・フェアゲッセンちょっと私にとってはね、フェアゲッセンっていうワードねよく使うんでちょっとそうそう、ドイツ語習ってたけども今忘れた、もうオーモストフェアゲッセンとかね、オールモストフェアゲッセンとか、こう英語と日本語、英語とドイツ語が混ぜ混ぜになってるおかしなドイツ語を話すんですけど私もそういう意味でもまあよく使ってる、余談なんですけどね、もうフェアゲッセンっていうワードがちょっと私にとっても響いたしでその曲をね、最後の退任式で国家の音楽隊のブラスバンドがやるわけですよこれ牧歌的なドラッタッタッタッドラッタッタ、なんかマーチングバンドでこう私もバトントワリングでこうなんか更新したくなるようなやつなんですけどね、それをやってて、まあでもね、なんか私もその映像を見た時になんか自分のドイツで暮らしてた時の思い出だったりとか、もう15年6年とかもう今ね離れてはいるけども、なんか改めて、あ、やっぱり私ドイツっていう国好きだなって思ったりとかしたので、メルケルさんこの選曲なんかいいじゃんと思って今回は、ピックアップさせていただきました。なんかそういうのも、まあ、音楽で世界を変えていくっていう背景もやっぱり歴史の中で、まあ、特にヨーロッパの中ではあったし、音楽好きにとっては、ちょっと今回はねピックアップしたいなと2回言ったかもしれないけど思いました。フェアゲッセン、英語で言うところのフォゲットこんなしっとり話してますけどもどうです、iPhone13 mini で今回はマイクつけずに、ちょっとその端末自体の性能がいかに上がっているかっていうのを試したいっていうのもあったんですけど、どうでしょうかね、まあ、このまま調子良ければ今まで付属でつけてた音声マイクを使わずにこれから収録していこうかななんて思ってます。ということでエンディング告知いきましょうか。前回も言ってました、ビデオインスタレーションという名のアクティングリールドイツ語バージョンアップしておりますはい、あとは、スポークスーマンワークショップをねやろうかな、ちょっと久しぶりに、まあ、行動制限もだいぶなくなったし、これは本当対面式で、どれだけ人来てくれるか分かんないんですけど、なんかちょっとやりたいなという気持ちになってきました今私の頭の中で計画中ですで、あとは、そうだな、ドイツのキャスティングサイトに正式にね登録
したんですけど、審査通って、よかったなって思ってます。超個人的な話ですいません、それではもしのフォックスミュージック、今月はこの辺で、また来月お会いいたしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンティッドバイモッシュの提供でお送りいたしました。